何か私はこう海と関係というか運命があるんだなっていうことを改めて感じましたね。自分はすごい海が好きだったので、あの何か特別なものは感じてたんですけど、やっぱり自分は何かするべきことがあるんだなっていうのは感じました。たまたまそのカメラをなくした時にも見つけてくれて、でスクリーンショットが送られてきて、これお前じゃないみたいな、私やって言ってめっちゃびっくりしました。初めてそのニュースになってるっていうことを聞いた時は信じられなくて、不思議な感覚でした。最初はそのカメラが見つかった時に、もともと台湾まで撮りに行こうって決めてて、もうここまで皆さんがこう必死になって探してくださって、お騒がせした件だったので、これは直接撮りに行こうって決めてたんですけど、このスカイプをした時に子供たちが、お姉さんに早く会いたいので早く来てください。I should hide. もうずっと早く会いたいって言ってくれてたし、私も4月の滞在すぐ帰ってきた後もすごい寂しかったので、もう早く会いたいなと思ってたので、すごい嬉しいです。我们现在哈分配一下我们的范围，只要去捡小的就好了。子供たちが行ってる学名小学校はすごくなんか特殊な学校で、私が日本に行ってた小学校とか周りの小学校はあまりそういうアクティビティがなかったので、すごい素敵な活動やなって思ったのと、一緒にこうビーチクリーニングをして、子どもたちが本当に素直で純粋な気持ちでこう海ビーチをきれいにしようって思ってるのとか、あの全然言葉は分からなかったんですけど、お互い一生懸命こうゴミを拾った時に何か説明してくれたり、なんかすごい素直な子たちだなと思って、学校の教育とかも関係してるのかなと思いました。その前まではやっぱりダイバーとしてレジャーの場とか、その普段の生活ではできないやっぱ空中浮遊というか水中の感覚とかを味わう場所、生き物に合う場所って思ってたんですけど、この件があってからはそれ以外にもこう海の
偉大さというか広大さというか、私がその石垣にいたところから何百キロも離れた台湾に私のカメラがたどり着いて、それがまた人と人とをつなげて、国と国とをつなげてっていうことになったので、何か私はこう海と関係というか運命があるんだなっていうことを改めて感じましたね。